そのパレードはどこからやってきたのだろうか。そして幾度目かの楽園の扉が開かれる。少年
ごきげんよう、親愛なるサンファーム諸君。私の記憶が確かならば、今回は随分知った顔が多いようだ。君たちはそんなに暇なのかね。迷い、せっかく来たもんだ。今宵は存分に楽しんで帰るがよい。かりそめの再現、楽園パレードへようこそ。
残念だったね。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 何が残念だったね。何が残念だったね。何が残念だったね。何が何が残念だったね。残念だったね。よっ、残念だったね。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 おい、すな。何を見とる。私の心の闇を見透かしておるか。魂を売り渡すかのように金になることなら何でもやる。問うべきは手段ではない。その男にとって目的こそが全て。切実な現実、彼には金が必要だった。傾き続けている天は、その左皿が沈みきる前に力ずくでも浮き上がらせるだけの金が右皿には必要だった。そしてその夜も天秤は仮面を踊らせる。心配なく、すでに十分すぎるほどいただいております。どうでこの彼はここへさようなら。残念だったね。娘さんの家に戻る
の婚礼、幸せな花嫁、運命の女神はどんなシナリオを好むのか、巨色の婚礼、消えた花嫁、破滅の女神はどんなほころびも見逃さない。燃えるように背中が熱い、その男が伸ばした手の先には何かが刺さっていた。ああ、赤く染まった手を見つめながら、仮面の男は緩やかに崩れ落ちていく。その背後には娘が立っていた。凄まじい形相で地に捨てた男を凝視していた。ああ、一歩後ずさり何か叫びながら、変わりゆく闇の彼方へ走り去っていた。徐々に薄れゆく意識の皆さんに、錆びついた鍵を掴んだ男はあがき続け、扉は目の前にある。急がなければ。もう、もうすぐ約束した娘に。唇を閉ざした吹き抜ける風、寂しさ孤独
女がラフレンツェを生んだのか、ラフレンツェが魔女を生んだのか、物語はページの外側に。Thank you.
私は人を殺めました。私はこの手で大切な人を殺めました。思えば私は幼い時分ひどく臆病な性格でした。他人という存在が私にはなんだかとても恐ろしく思えたのです。私が認識している世界と他人が認識している世界、私が感じている感覚と他人が感じている感覚、違うということは私にとって耐え難い恐怖でした。それがいずれ拒絶につながるということを無意識のうちに知っていたからです。楽しそうな会話の輪にさえ加わることは恐ろしく思いました。私には分からなかったのです。他人に合わせるための笑い方がいっそ空気になれたら素敵なのにといつも口を閉ざしていました。そんな私に初めて声をかけてくれたのが彼女だったのです。美しい人でした。優しい人でした。月のように柔らかな微笑みが印象的な人でした。最初こそ戸惑いはしましたが、私はすぐに彼女が好きになりました。私は彼女との長い交わりの中で多くを知りました。違うということは個性であり、他人という存在を認めるということ、大切なのは同一であるということではなく、お互いを理解し合うことなのだと。しかしある一点において私と彼女は違いすぎていたのです。狂おしい愛欲の炎が身を焼く苦しみを知りました。もう自分ではどうすることもできないほど私は彼女を愛してしまっていたのです。私は勇気を振り絞り思いのすべてを告白しました。しかし私の思いは彼女に拒絶されてしまいました。その時の彼女の言葉はとても悲しいものでした。その決定的な違いは到底分かり合えないと知りました。そこから先の記憶は不思議と客観的なものでした。泣きながら逃げていく彼女を私が追いかけていました。もつれ合うように石畳を転がるバロックの乙女たち、愛を呪いながら石段を転がり落ちていきました。このいびつな心は、このいびつな貝殻は、私の赤い真珠は歪んでいるのでしょうか。誰も許しが欲しくて告白しているわけではないのです。この罪こそが私と彼女をつなぐ絆なのです。この罪だけは神にさえも許させはしない。ならば私が許そう。弦楽四重奏アビス。指揮は当幻想楽団が誇る人殺しソング界の貴公子レボでお送りいたします。
4つのLに惑わされずに垂直に落ちればそこはアビス。
月の雨の日、フラーテルの日、信じてたその人に裏切られた勝利、逃げ込んだ楽園は信仰という行為、新しい世界へと羽ばたける自己暗示、澄み渡る覚醒は信仰、thank you.
範的な数式。問題となるのは個の性質ではなく、ただ記号としての数量。世界が安定を求める以上、早くどれか一つを引かなければ。だって人は恋をつくふさわしい時に出会いたいの。あだまあ、それでも私は幸せになりたいのです。余剰な数字、引かれる音。3-1+1=2。最後に現れたのは仮面の男。彼らが消え去った後、荒野に一人取り残されるのは誰？
供を身ごもっていることが発覚した夜、村の男たちは互いに顔を見合わせ口をつぐんだ。重い静寂を引き裂いたのは耳を疑うような派手な弾。仕立屋の若おかみは妹の方を張り飛ばした。断片的な記憶、断罪的な罰せ。あの人は何をおめえているんだろう。気持ちが悪い。赤く染まった視界、苦い土と錆の味、頭上を飛び交う光、神父様の土星。悪魔たちに災いなさねえマリア様、誰もガブリエル。そして妹は最後にありがとうと言った。心ない言葉、心ない仕打ちがどれほどあの子を傷つけただろう。それでも全ても優しい子だから、全てを許すのでしょうね。闇の向こうに仮面の男を見ていた。
分かって首を絞めよう締めるに決まってるじゃない胸があなたを震わせたのだってしょうがないじゃない愛してしまったんだもの捨てらの私を震わせたのはなんで真っ赤な帽子真っ赤な犬真っ赤な雪真っ赤な顔すれ違う男たち誰もが振り返る未来手にはあなたを右手には約束を走り出した衝動はもう止まらない幼い夢は立ち立ちそれで幼い夢も幸せあなたの白いシャツを今は手放すかあれ幼い夢は立ち立ちそれで幼い夢も幸せくじでも構わないわいつか星になれるの輝いてるねえ私輝いてる綺麗な星空ねそれは艶やかな女のため息君の方が綺麗だよそれは甘い男のささやき夜空を見上げる恋人たちありふれた風景繰り返される恋のようほんの些細なことそんな気まぐれなひとときを永遠だと信じたりしてそんな不確かなものを運命だと信じたりして泣いたり笑ったり愛したり憎んだりしてそのつかみの遥か過去の光に思いを馳せたりしてあの星々は今滅んでしまっているのだろうかそれとも今もまだ滅びに向かって輝き続けているのだろうか光年という名の途方もない尺度の前では人の一生など刹那の幻に過ぎないのかもしれないそんな些細なことされど偶然とはいえああ偶然とはいえ彼女は見てしまったお揃いの白い服を着て幸せそうに寄り添い歩く彼と見知らぬ女の姿お揃いね私たちこれでお揃いね幸せあなたの白いシャツも今はなぜなぜなのなぜなのよ
私は生涯彼女を愛することはないだろう。しかし彼女という存在は私にとって特別な意味を払うだろう。なぜならば遠い昔にもう生まれてくる子の名は決めてあるのだから。そして幾度目かの楽園の扉が開かれる。世界で一番
引っ張りすぎちゃった今日はどうもありがとうございます。今からですがサウンドホライズンのアラマリーです。ありがとうございます。2階席元気ですか？うわー、ありがとうございます。1階席の皆さんも元気ですか？ありがとうございます。今日はお楽しみいただけましたか？もうこの拍手聞いただけでも胸がいっぱいです。本当に今日はどうもありがとうございます。それではですね、今日もたくさんの幻想楽団の皆さんが来てますので、皆さんにぜひパンフレットだけじゃなくて覚えて帰ってもらいたいと思います。いいかな？ありがとうございます。それでは呼んでいきますよ。ぜひお顔と名前と覚えてみてください。じゃあ行きます。一番奥で頑張ってくれましたドラム、りょうじ。ああいう姿してるんですよ。大丈夫かな？行きますよ。後ろでやっぱり頑張ってくれました。キーボード、京子。ありがとうございます。女の子って柔らかい。いきます。はい、それでは引き続きましてバンドマスターで頑張っていただきましたギター、ジェイク。ジェイクさんの隣で長いねベース頑張ってくれました、タムちゃん。やりますか？私やりますか？あ、そっちかい。はい、そっちも行きましょう。はい、いい笑顔。あ、ここですね。はい、行きますよ。皆さん元気よくお願いします。いつもありがとうございます。あららららららら、いいコンビとなっております。さあ続けてまいりましょう。今度はこちらですね。もうこのねエリュシオンってアルバムでは忘れられない立役者です。フルート、りょう。影の笛吹き男は彼です。ありがとうございます。さあそしてフルートの後ろでね、
美しい調べを奏でてくれました。生で入ってくれたストリングスの皆さんもご紹介したいと思います。まずはいきますよ。1番こちら側、ファーストバイオリン、アリコ。じゃあいきますよ。セカンドバイオリン、マキコ。ビオラ、アキコ。そして大きな場合楽器ね、チェロ、カナ。あー、いいよいいの、女走らなくっても。ありがとうございます。さてと、揃ったかな。違う、え、違うよね、その前にね。それでは引き続きまして、人殺しソング界の貴公子、レボね。今回はこのコンサート、皆さんのね熱い声援を受けまして再演させていただくことができたんですが、まずありがとうございます。さあ、この再演でいかがでした。ご両親様のねコメント聞きたいと思います。一言どうぞ。ね、僕の記憶が確かならば今日はね、知ってる顔がいっぱいいるみたいな感じでそれもう出ましたね。今日二階席、元気ですか。元気があれば何でもできる。それはまだ出てない、そこまでは。もうこれ以上ネタはないんですけれども、まあまあ、そういうね、置いとき置きまして、たくさんの皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。まあ、再演ということで、今日は今年で一度目来た方がね、もう今日もいっぱい来ていただいてるかもしれないんですけど、前回よりもちょっと細かいところとかも変えまして、パワーアップしてお届けする楽園パレードへようこそということで、まだ心配しなくてもこの後続きますんで、まだね出てきてないお方もいたりしまして、ね、引き続きお楽しみください。知らなかった、レボさんがこんなにおしゃべりだったなんてね。えさて、これで全部揃ったかな。じゃあこれ揃えちゃう、 A にしようね。はい、これで全部揃ったかな。こんなに大きいんだね。ありがとうございます。では呼びましょう、あの人、ジマングー。じゃあジュワングさんにもね、今日の再演の感想を聞かせてもらいましょう。どうです、荒森くん、こんな話を知っているかね。え、荒れ果てた脳、一人の男が歩いておった。おった、おった、うん、
その男の名は、ジマンク。ジマンク。ジマンクの右手には赤い紐、その先に結ばれたある首輪もまた赤く、何が面白いのかね。サンホラの諸君、尻に根っこがついておるんじゃないのか。コンサートは終わった、これからはライブだ。君らの明日はどっちだ。君らもたくましい二本の足で立ち上がり、明日をつかみに行く。さすれば幸運を呼む黒銀の犬が君たちに吠えるだろう。連瓶、侮蔑、窓外れの上昇、
琵琶は対岸の火事、燃えるまでは暑さわからず、燃えてからでは遅すぎる。この世界で何人が罪を犯さずに生きられるというのか。ジマングの世界サイド J。 時が語り手を書いたとしても物語は紡がれ続けるだろう。白亜が羽ばたいてゆく道、斜陽の空に何を求めて。
は荒森も元気よくお届けしたいと思います。みんなも一緒に行くよ。みんなが大好きで愛してくれてるあの曲です。恋人を撃ち落とした日。
ら嫌だ、髪は落ちるしリボンはほどけるし、やりすぎたかしら。みんな荒張りに負けないから盛り上がったり拍手よかった。本当にね、まだデビューして1年も経たない、まだまだいろんなものがこれからのグループですけど、本当にこれからもどうぞよろしくお願いします。さあここでですね、最後に今回のコンサートに関わった幻想楽団のみんなを呼びたいと思います。みなさん集まってください。ここにいるプレイヤー以外にもこの後ろの舞台を撮影してくれた人、デザインしてくれた人、 DVD で撮影してくれた人、音響の人、照明の人、たくさんの人が集まっています。100名近いスタッフでできています。その人たちもぜひ拍手をお願いします。さあそしてあの人を忘れちゃいけないと思います。皆さんね、顔はまだおなじみじゃないと思うんですが、サウンドライズのプロモーションビデオ、そして今回のコンサートと全てのですね、監督をやってくれました大事な大事な方を紹介したいと思います。スクリーミングマット・ジョンさん。もうこっち、はーい。皆さん気づかなかったと思うんですが、実はエルと共演してたのはジョージさんなんです。すべての仕掛け動画をですね、作っていただきまして楽しんでいただけたと思います。楽しめた人、このコンサートということです。本当にありがとうございました。さあ、それではみんなでご挨拶してお別れしたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。ようやく退院。ようやく退院。あれ
そのパレードはどこへ向かって行くのだろうか。